アイノーラブ同会です。今回は、旗を作りました。ご紹介いたします。飯盛神社水陸機動団有志の指導者の先生方により、旗が寄付されました。誠にありがとうございます。今後この旗を試合や練習会などで活用させていただきます。保護者さんの場所が一目でわかる、大変便利な旗でございます。ちなみに価格は25,000円、川口屋線工場で作りました。他にも作られたい道場の方はどうぞご利用ください。大事なことを忘れておりました。旗の意味でございますが、百練自得と書いてあります。意味は、一つのことを完全に身につけるためには100回もしくはそれくらい数多く繰り返すべきという教えです。現在では意味が消化し、何事にも継続して努力し続けることという意味合いでも使用されています。インターネットよりです。そして先般、東海の柱安永先生が長崎新聞に掲載されております。熱血ぶり指導力が地域で評判となり取材に至りました。いつもご指導ありがとうございます。しないもって危なかな。肌ね。すり足。剣道する。ああ、すり足を、足をしっかり。1年があっという間です。もう春です。新しい新入部員が増えております。指導者も募集中。今回は昔から浅野宮道具店様が佐賀より毎週土曜日にやってこられます。剣道具のことならお任せください。何でも揃っております。また大会武道大会などの大会もご協賛を毎年いただいております。いつもありがとうございます。大丈夫、なよなよしとらすけど、大丈夫ですかね。遊ばせながらお願いします。今年の新キャプテンは女の子です。気合が入ってます。体操と最初の素振りの号令をかけるのがキャプテンのお務めです。指導者としては大変助かります。
い頭してますね。いいじゃないですか。いいじゃないですか。高校になっての抱負はありますか？高校になって。特にないです。頭が物語ってますよ、ね、やる気を。この春から高校生になる彼は師匠に憧れて自衛官になるそうです。剣道大好きです。いつか愛のラブ同会に帰ってきてください。このチラシもそろそろ新しいものに変えようと思っています。今は稽古日は月水金土をやっております。随時お待ちしております。